何も言ってないじゃん俺。やめろってなんだよ。俺何も言ってないじゃん。日曜日の少年野球を見守るおじいちゃん。おるおるでしょ、おるでしょ。いや違うよ、これピッチャーじゃないよ。ちげえよ。スーパーの閉店20分前に来て、店員さんが半額のシール貼るの待ってるんだよ。ここで今、そう、今目の前にとんかつとエビフライとね、かぼちゃの天ぷらがあるんで、ここに今シール貼られるのをもうここの位置から待ってんだよ。今こっちから店員さん来てんだから。ピッチャーじゃないよ。なんでピッチャーだと思ったんだよ。違うから今、うん、待ってんだよここで半額シールを。でもさ、なんかさ、うちの近所も小学生のガキがいっぱいいるんだけどさ、小学校 1,2 年生ぐらいのガキがさ、タメ口で偉そうに喋ってるの見ると腹立つな。子供はさ、口下手でさ、なんかもごもごしてるのが可愛いのにさ、最近のガキはさ、あの、えらい口出したらペラ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 喋るじゃん。なんか、イライラするな、ああいうの見てるとな。マセガキを見るとな、マセガキを。腹立つな。うん。大人ぶりやがってな。小学校1、2年の小坊主が。親注意しないの？子供がさ、ざけんなよ、こんなん言ってらんねえよとかってガキが言っててさ、言葉遣い気をつけなさいとかって言わないの？子供が親にさ、小学校 1,2 年3年のあれでタメ口で喋ってさ、親を小バカにするような喋り方してて注意しないの？なんか外とか出るとさ、普通に親と子供の会話がさ、あの、理解できないんだけど俺。うん、なんであんななんか友達感覚でタメ口で喋ってんの？いや、女は許されなかったよね。俺だって悪いことしたらさ、親にさ、車にぶち込まれてさ、遠くの方にさ、捨てられたことあるけどね。反省しなさいとか言われて、見ず知らずの田んぼ道みたいなところにさ、反省するために30分間ぐらいさ、捨て置かれたことあるけどな。学校のテスト隠したら反省しなさいっつって布団廊下に引かれたことあるし、実家の。まあでもテスト隠した俺が悪いからね、しょうがないけどね。隠したんだよ。なんか、あの、新しい担任の先生はテストをなんか1年間まとめて返すって言って、そのやったテストをチビ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 1枚ずつ返さないんだって嘘ついて、あのコロコロコミックぐらい分厚いぐらいテストをためにため散らかしてて隠してたら親にバレて、でめっちゃ怒られたんで、帰ってきてるじゃねえかっつって。そうで、なんで親に見せなかったかっていうと、勉強しないから点数悪いじゃん、怒られるじゃん。だからなんとかごまかそうと思ってずっと隠し続けたんだよね。でも結構ガチで叱られるよね。布団廊下に出されたりとか、暗闇で一回30分頭冷やせとか、捨て置かれたりとか、あったけどね。なんなら学校の先生も超怖えもん。マジで学校の親だよ。親並みにガチ切れてくるからね。生徒と先生の信頼関係が成り立ってないのと、親と保護者と学校の信頼関係もないよね。だから怒りもしないし褒めもしないみたいな。とりあえずその煙が立たないように卒業する、卒業させる、もうそれしかないよね。先生もなかなか親身になれないし、生徒のことも、で生徒も先生にそんな信用できないしみたいな、塾があればいいみたいな。だから学校はとりあえず出席を取りに行って授業を受けて、で塾で勉強するみたいな感じになっちゃったよね。うん、学校何のために行くのって話で、勉強するためだったらもう塾の方がいいんじゃないかっていう、本当学校に単位取りに行ってるような感覚だよね。